いや、いつでもいいよ。うん。よつや未確認チャンネル。こうやってやんの。そうです。はい、はい、始まりました。第何回目かな。1、2、3、4回目ぐらいです。4回目。はい、で記念すべき4回目。はい、今回は2位のカルナさんの展示に合わせてこれを収録しております。今まで1時間だったんですけど、30分に短縮してやっていきます。そんなに時間がないのでね、みんな、はい、そんなに忙しくもない。さあ、本当に30分に収まるんでしょうか。まあね、今回ニーノさんに来ていただいているので、ニーノさん毎回一応自己紹介をしてもらって、はい、あ、自己紹介ですか。おります。なんか現在何者であるかということと、はいはいはい、何をしているかというの。あ、そうですね、今もともと武蔵野美術大学に通ってて、うんうん、まあ、今年油絵科を卒業しまして、はい、今は会社員をしながら、はい、絵を描いてる人です。はい、パートタイム画家っていう。そうです、なんか思いついてこの間ちょっと、いや、でもいいなと思って、載せてみました。確かにそうだよなって。画家と名乗りたいなという気持ちがあってあ、なるほど、なるほど、そういう感じです。で、鈴木拓真くんが今回はいます。相づち係、こんにちは、鈴木拓真です。はい、まあ聞きたいことを30分なので、まあ3つぐらい聞けたらいいかな。まず、まあ、展示してもらった経緯とかを話すと、去年のゴビ大展に僕が、行った時に、新野さんが、2階の展示室、むさびの方の展示室で、今回も出されている、あれ、これは横何メートル、縦何メートルぐらいですか。ざっくりしか覚えてないんですけど、うん、縦が2、3メートルぐらいで、横が5メートルぐらいです。そうですね。自分でも忘れちゃって。いや、うん、ものすごい巨大な作品、多分ゴビ大展で一番でかいのかな。そうだったのかな。いや、わかんないですけど。この作品が展示されていたんですか。そうです。なるほど。この作品がその国立新美術館の、まあ、あれも天井がものすごく高い。そうでしたね。あそこからスペース取れちゃうんですね。で、逆にその仮設壁みたいになってたから、なんか空間にこう斜めにペッてあって、あ、はいはい、なんかまずそのまあこう壁に展示されているじゃないですか、とかその床にこう彫刻が置かれていて、ふんふんってこう見てたんですけど、はい、まあ、それでこう、あ、作品かって思って、なんか一瞬こう、うってなって、その、まあ、結構その存在感とかが、かなり僕は特殊だなと思って、その、主張するでもない、こう、巨大なものがあって、まあ、それで、おおって、まあこれはいいなと思ってその時は全然言葉とか出てないんですけど、まあこうちゃんとこう何ですかね、形式と書かれているものと技法と、うん、素材とか、まあそういった態度がバシッとこう分かったんで、 ありがとうございます。その作品一つ、まあ、ニーノさんにもその聞かれた気がするんですけど、その作品を、まあ、2点ぐらい見て、まあ、分かんないじゃないですか、はい、でも、まあ、これは大丈夫だろうっていう感じでね、お誘いさせていただきまして、で今回その卒生ゴビ大展に出してた、まあ、巨大な絵と、新作が
結構な数が10点以上ぐらい、はい、20ぐらいですね。ああすごい、はい、小さいもの途中くらいのものが2つあります。でまあ単純にこうタイトルのことをいつも聞いてるんですけど、はい、まあニーノさん今回タイトル聞くとかなり分かりやすいかなと思って、はい、今回×2ですが、はい、×2 とは何なんですか。ズバリその絵の表と裏、はい、うんうん、まあ、絵って壁に飾っちゃうと多分一面しか認識されないと思うんですけど、うんうんうん、まあ、壁から離してしまえばそこにはこう裏があって、うんうん、はい、で私のその木枠にキャンバスを貼るとかで表しか見せないその仕組みみたいのも外してるんで、うんうん、まあ、絵としては2面あるなっていうことに気がついて、うん、そうですね、まあ、そのままのタイトルですね。かけるに。なるほどなるほど。いや、そうなんですよ。なんかまあ絵を描く人は誰でもこう一度はあこれ表と裏があるなって思うとは思うんですけど、はい、なんか結構その問題、まあ見えないものがあるものを作ってしまうということは結構考えるんじゃないかなと思うんですね、はい、結構そのしょうがない問題として、うん、彫刻の台座問題とかと似たような話かなとも思うんですけど、なんかでもそこにこう真面目に取り組むってなかなかこうやらないですよね。真面目さがあるかどうかわからないんですいやでもその展示にするぐらいですから、なんかね、でもそうなんですよ。これは、はい、こうやって布に対して粘土をつけていくっていうのは、はい、いつ頃からやられたりしていたんですか。卒生が終わって、終わってからですか。すぐ後ですね、うん、はい、じゃ在学中はこういったアプローチはしていなかったというか、なんか粘土を使いたいなっていう気持ちはあったんですけど、はい、うん、その時はただの木の板にその粘土を貼り付けて、うん、最初に白いただの粘土でこう、うん、なんか街色を作って、うん、それをキャンバスにしてなんか絵の具で描いてたりとかしたんですけど、うん、まあ、こういうふうにこう表と裏っていうのが合わさった時にちょっと違う使い方が生まれて、うん、はいはい、まあ、今回そういうふうに作ってみました。なるほど。なんかそのでっかい作品と、まあ、その違いがあるとしたらその、はい、大きい布に描かれたものは、裏が結構ちゃんと裏じゃないですか。そうですね、うん、はい、今回はその裏表が結構どちらでもない、はい、どちらがもう表っていうような印象なんですけど、はい、それは結構意識してチェンジっていうかちゃんとなんだろう、どっちも裏にしないっていうのは決めてやったんですか。そうですね、なんかやっぱ同じ図像で、うんうん、なんか布って透けてるっていうイメージがやっぱりどうしてもあるから、うん、どっちかが表なんだろうって想像させちゃうなっていう気持ちがあって、紙粘土だと両方からこう透けられて、うんうん、どっちも同じ強さというか、うんうん、でなんか不透明だし、うん、よりなんかこうくっつけられたその表面、うん、表面、うん、こっちの表面とこっちの表面を見てくれるんじゃないかっていうのもあって、不透明さみたいなのが結構キーワードだったから、なるほど。なんか結構技法的にはこうサンドしてる感じですね。あ、そうですね、布、はいはい、うん、なんかそれは結構、まあ、それでこう一枚板ができるっていうのが結構おもろいなと思って、はい、なんかそもそも寒冷紗間に挟まってる寒冷紗ですね、はい、そういうふにゃふにゃのものがこうピシッと絵を描くことによってこう板になるみたいのは、うんうん、なるほどっていう感じでしたね。なんかうまくいってんなっていう、うん、そのいつもその絵を描く人に聞いてるのが、はい、描かれてるものの話を聞いてて、はい、
まあ結構その作家性があるというか、飯野さん的なモチーフと、はい、まあ、そのモチーフのデフォルメの仕方があるなと思うんですけど、はい、まあ、例えばよく出てくるのは人と車と植物と、はい、まあでも今回その小さいの見て人が多めだなって思ったんですね。そうですね。なんかその辺のモチーフについては何かこうテーマがあってそれについて書いてるとかなんですか？はい、今回はその卒生で書いた中の、うんうん、その車と人と植物っていうのを引き継いでて、うんうんうん、なんかその人が多めになったっていうのは多分サイズ感の問題かなと思って意識したわけではないんですけど、うんうんうん、その手元結構小さめの作品が多かったんで、はいはい、どうしてもなんか風景っていうよりはなんかこうフィギュアじゃないけど、うんうん、そういう気分になったのかなっていう。ああフィギュア、なるほど、うん、そのサイズ感によって、うん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 、で回なんかこう連想ゲームみたいのはいつも ある気がしてて、なんか展示した時に気づいたんですけど、なんとなくその並べた時に、うんうん、なんかロードムービーじゃないけど車があることでなんかこう運んでくれる感じとか。ああなるほど。結構車自分は乗らないんですけど、うんうんうん、乗せてくれるものとしてとか、うん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 、なんか遭遇するものとかイメージで結構入れてるのかな、うんうん、なるほど。すごい分かりやすいですね。なんかそう今回、壁からこう、はい、うんと、なんて言えばいいんだろう、壁に対して何ですかね、なんて言うんだろう直角、直角、まあ壁からこう普通の状態の絵が90度回転してこう出てきている、そうですね、側面が、正面になる、はいはい、ようになっていて、なんかその僕の体験としてはこうマラソンの道路脇に人がいてハイタッチとかするじゃないですか。あ、はいはいはい、ああいう感じだったんですよなるほど。絵がこうビョンって出てきて、だからこうまあ本来こう壁に対して横移動しなきゃいけないんですよね、こう、そうですね、ずっと見てるっていう、はいはい、でもこう新野さんの今回のこう歩いてても見えるんですよ、うん、それが結構こう自分の動いてるのに対してこう手が出てみたいな感じだから、うん、結構そのロードムービーっていうのは納得というか感覚的にすぐスッと入ってくる、うん、なんだろう、モチーフのことに関わるんですけど、うん、結構自分がどっか道歩いてて遭遇したものとか、うんうんうん、っていうのを書くことが多いんで、うんうん、そういうのもちょっと関わってるのかなとか、うん、なんか特別なものは特に出てこないですよね。そうですね、うん、でかといってなんかその結構、うん、日常的なシチュエーションではないなと思ってて、うん、例えば大きいので言えば木と木の間に車があって、まあ、走ってるのか走ってないのか分かんないけど、はい、まあ、赤い車がで、まあ日常的に目にするものではなくて結構こう超常的なというか、はい、イメージだなと思うんですけど、その辺は出会ったものと絵にする時の感覚の違いみたいなものは、はい、そうですね、これを言葉にするのは結構難しいんですけど、うんうん、なんか見たままではないの確かだし、うんうん、あとなんか自分の感覚をこう追体験させるのも多分違うんで、うん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 、なんかその、あ、そうですね、絵は絵としてしかないというか、はいはいはい、なんて言ったらいいんでしょう、自分の体験が元ではあるけれども絵としてはその体験は関係ないって感じですか。そうですね、絵は多分なんだろう絵に描かれたことは実際にないものの方が私はいいので、うん、なるほど、ああそうなんですね、実際にないものが
いい。でもそうは言っても見てはいるんだよ。なんかその森の中の車のイメージは自分が見た映画の中によく出てくるシーンとか、その自分は見てないんですけど、実際に体験してないんですけど、すごく覚えてるイメージとか結構気にしてて、これちょっと難しいですね。うん、いや難しいと思います。そうか、なるほど。なんかも僕が声かけさせてもらって最初に会った時かな、はい、にそのドローイングとかを見せてもらったと思うんですよ、はい、なんかそのドローイングが結構、うん、今より、ああでも同じぐらいかな、結構紙にさらっと書かれてたり、はい、布にさらっと書かれてたりしたんで、はい、結構抽象度が高いというか、はい、もっとこうなんですかね、分かんなかった気がして、分かんない感じ。なんか今回はその素材がソリッドにこう、はいはい、なっているから、でタッチとかもこう単位が決まるじゃん。あ、そうですね、点描みたいな、はいはいはい、だからこう結構まあ、よくわからないものはあるけれど、まあ、ある程度具体的に形を成しているので、うんうん、なんかこうじっくり見られる形になっているなと思って、なんかある程度何でもない感じではないというか、さらっとこうパッと見て目をそらすっていうよりかは、一瞬なんだこれはって考える時間があるなと思って、うん、なんかそれはこう布っていうものの薄さとか、はい、よりかは今回のが結構はっきり形になってると思ってて、そのはっきり形になることについては抵抗とかはなかったんですか？あんまり考えなかったです。いや、なんか多分制作のその過程として、うん、多分布に絵の具っていうすごい手応えのなさに、うん、多分ちょっと絶望してて、ああ手応えがない、卒生の後だったし、なんか染み込んじゃうし、すごく曖昧な図像になっていくし、重ねれば重ねるほどで、自分は多分なんだろうな、なんか多分手応えが欲しかったんだろうなと思いますね。ああ手応え、完全に作ってる時の手応え。ああなるほど、うん、なんか触ってる感じとか、うん、うんうんうん、まあそうですよね。なんかまあ布、あれは綿布、綿布です、はい、綿布にアクリル絵の具とか、そうですね、そう、なんかそうなんですよね。なんか多分まあ素材触ってる人はなんとなく今の話聞いてわかると思うんですけど、なんかその素材によってこう吸収されていくとか、うんうん、まあある程度跳ね返ってくるとか結構ある。キャンバスに油絵の具っていうんだと結構こう定着するじゃないですか。そうですね、あれはまあ思いっきり表裏は出ますけど、うん、なんかこう僕は最近油絵を描いてて、はい、そのむしろ手応えがありすぎるので、それをどうやってもうちょっとなくしていくかというのを逆算でこう考えていて、だからそのまあ自分がどういう手応えを持ちながら制作で続けたいじゃないですか、はい、なんかその続けるためにどういうこの跳ね返り方というか、はい、でやっていくかっていうのは結構脳の素材に関してはなんかそうやって決定していくっていうのはあるなと思っていて、どうですか鈴木さん。そうですね、いやなんていうんですかそのまあ素材の話とかするじゃないですか。なんていうんですか、その勉強でね、勉強で。勉強で。
勉強でそのこの油絵の具とこのオイルがこう定着、こうやって定着するんだっていう、なんかほら蘇生の話、そういう話とか、まあ高校とか大学でね、こう習ったりするけれども、この粘土がね、糸に絡みつくっていう定着の仕方ね、このなんかさ、油絵の具とその多分キャンバスの溝にこうはまるとかさ、その、はいはいね、そういうのはぶっちゃけ実感ないっていうか、もう当たり前すぎるじゃん、紙に鉛筆の線が残るとかさ、まあよっぽどそういうことを大事にしてやらない限りはね、うんまあ、うね、網目に糸の網目に対してこう圧力をかけて、まあね、くっつく、挟まくっつくんですか、あれ。くっつきますね、あれが結構取れないってことですよね。なんか両面でこうやった場合、さらにもそっか、まあ粘土と粘土がくっついてる状態ですもんね。粘土の中に関連者がいるみたいな状態だから。なるほど、それすごい、ちょっと違う感覚、定着、自分で定着させているみたいな実感。なるほど、面白そうと思う。ずっとこう、確かに普通になんかワークショップとかに転用できそうですね。確かにワークショップやればよかったな。楽しさを味わわせたい。小さいサイズとかでみんなで、ね、でその事前に、はい、絵の具を混ぜて作っておくというよりかは、はい、作りながら混ぜて欲しい色を作るっていう。なんかこう規定色みたいのは一応なんか塊で作っといて、規定色、なるほど。結構その混ぜてる間に他のやつが粘土固まっちゃったりするんで、うん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 、1個作ったら保存しといて、ちょっと3個ぐらい作ってその中からちぎって、ちょっとこのもうちょっと濃くとか、あの赤くするとか、はいはい、ちょっとしか使わない色はその場で混ぜてます。なるほど、なんかそういう、そう、書かれてるものは結構曖昧なんですけど、やっぱプロセスがしっかりあるし、ある程度塊で作ってるし、とかそういう、なんだろうな、まあ、ある意味での深みのなさが、すごい、まあ、ニノさん的というのか、わからないけど、まあ、パッと見の、素材感とか色とか、はい、そういうのが全部やっぱりこう透けて見える感じは、その最初に見た時と印象が変わらないなっていう感じでしたね。なるほどね、紙粘土。紙粘土ですね。紙粘土って、これは別にニノさんに聞く話じゃないかもしれないけど、何でしょう、あの色混ぜた時に白っぽくなるんですか。いや白っぽくないですか、絵見て。白っぽいです、全体的にこう、ね、ちょっとパステルっぽい感じ、そうパステルカラーだなと思ってなっちゃいますね、やっぱり。ああそうですよね。で、すっごい色濃くしようと思ってインクを混ぜまくると、今度は粘土がボソボソになってします。なんか粘土が半液体みたいな、べちょべちょになって、そっか、つながんないんですね。でも別に定着はしやすいんですけどね。ああそうなんだ。あ、絵の具みたいになっちゃう。絵の具みたいになっちゃう。なるほど。それはそれで。ああそうですよね。普通にこうメディウムとかってまあ粘土というか、粘土までいかないけど、糊に近いから。そうですね。そこまでいくと確かに絵の具になっちゃいますね。絵の具って感じでした。白以外の絵の具が紙粘土とか。はい、使ったりはしなかった。使わなかったですね。ああ、それもなんかあるなと思ったけど、ちょっと色に引っ張られそうで怖かったんで、全部作っちゃいました。これは軽い方の紙粘土ですよね。そうです。なんかめちゃ重い。ある、ね、ありますね、たまに。軽いやつあるじゃないですか。あの違いはよく分かってないんだけど。何でしょうね。何なんだろうな。何が混ざってるかなのかな。ふわってするやつ、あれすごい単純に密度ですかね。密度かもしれないですね。
そう、結局は、まあ、あれも紙じゃないですか、うん、紙の繊維がぐちゃぐちゃになって、うん、でだからやっぱりそのなんだろうな、うん、そう、なんか僕はそのパステルカラーなのがすごい気になっていて、はい、なんかそのまあ印象としては多分パステルカラーがパッチリ来てるんですけど、はい、なんか濃くもできるのかなと思って、うん、なんかそこをあえて、まあ、かなり意識的にそのパステル調にしているのかとかを考えていたので、はい、結構ある程度勝手になるんですね。そうですね、でなんか濃くしたら濃くしたでなんか見た時の印象がなんか絵の具っぽくない、うん、でなんかそれはなんかあんまりどうなのかなと思って、うん、でも自分で後でその薄いなって思うところをなぞったりもしてるから迷ったりはしてたんですけど、うん、結構そういうことができるんですよね。うん、なんかいろいろできますね。あ、あとそう気になってたのがそのホースホースチューブチューブ、あー、はい、まあ、管状のもの透明の、はい、あれはまあ解釈はしたんですけど、はい、それを言うとあれなんで、え、どういうものなんですか。あれはそのちょうどチューブが通ってるの2枚あるんですけど、はい、ちょ目のところに貫通してて、その単純にその絵をこうなんていうのかな、貫通してその目が行き来してるイメージ。なるほど。ああ、そこまで考えてなかったな。目が行き来してるのか。なんか、まあ、僕から、まあ、パッと見たものから言うと、はい、その、まあ、かける2って言われて、まあ、ある程度こう裏表のある絵をポンポン見てって、はい、あれがあるとこう、まあ、単純にこう両者表と表のを行き来して、はい、いるっていうのは、まあその表裏じゃないけど、まあ2つのものが別ではなくて、はい、1つのものに2面があるっていうのは、はい、すごい入ってきやすかったですね。なんか単純に2面あるっていう認識と、はい、1つのものに2面があるっていう認識は結構違うなと思って、なんかそれをこう操作されるものとして、まあチューブはすごく分かりやすかったですね。なるほど、確かに。そう、なんか僕も最近ホースを買って。そうなんですか。そうなんですよ。ホースを買って、僕がホースなんだけど、まあ別に何でもいい、その僕サイズ感的にチューブじゃなかったんだけど。ああ、そうですね。そう、そう、サイズ感のもので言い方の違いっていうのは。そうなんですよ。馬主じゃなくてね。どういうこと？本物の馬かい。そっちは本物の馬だよーって。そう、そう、まあね、はい。はい。でね、いや、そう、管、管。管を。管は結構いいなと思って。うん。なんか結構、絵のパーツ、なんかその紙粘土で作っていくのもこうある種こうパズル的というかレゴ的な感じの感じがあって、なんかそこで僕は問題発生する問題があるなと思ってるのは、そのパーツごと行き来するものがないなと。結構パキッと分かれてしまって、なんかそれを絵の具でやるっていうのはどうやら違う。いや、わかんない、僕の場合はですけど。いや、管が通ってればいいじゃんと思って。なんかまあそこを物理的にするかどうかっていうのはあれですけど、まあ例えば人さんはやっぱり結構今回物理的なものが、はい、だから結構その組み込み方としては、うん、なんかちゃんと組み込まれていて、なんか変に構造的に見えず、あれが2点あってよかった。なるほど。うん、そうか。そう、
あれ結構異色な感じもして自分で、うん、ちょっと入れるか迷ったんですけど、いやあれがいっぱいあると、ね、ふーんってなっちゃうんですけど、うん、ちょっとあざといなっていう感じもあったし、そうですね、だから結構説明的でもあるんじゃないですか、うん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 、やりすぎ感というか、うん、まあ、でもこう体験がいろいろばらけて、まあ1個でも良かったのかもしれないですけど、うん、ああだってその結構その他の作品を見るためのピースみたいな作品もあるじゃないですか。 ありますね。うん、今回はそれが、うん、役割を果たしてくれた。うんうん、結構ね、展示をするってなると、個展をするってなると結構そういう操作は難しいですよね。展示って難しいですね。うん、ステートメントもこう読めって言ってるわけじゃないから読まない、まあ僕のまあこう受付をしている感じで言うと、はい、まあ、ほぼ3分の2ぐらいは読まないですよね、うん、でまあ気になって帰ってきて読むとかまあまああるにしろ、うん、パッと入って絵を表面を見てで裏面を見るまでの時間こう何を考えてるのかなとか裏を見た時こう何を考えるのかなとか結構こうバタバタ行き来してみる展示っていうのは絵の展示に、まあ、絵か分かんないですけど、まあ、絵, す絵の展示にしてはこう結構フィジカルに訴えられてかけられる感じで、うん、面白いですね。みんなちゃんと裏面も気にして見てくれてるのが結構よかったな、うん、最後に、まあ、ほぼもう30分なんですよ。短いですね、30分なんかあの穴、いやもうこの話を最後にするのはどうかと思う。どうかと、はい、避けてるんですか、布は。はいはい、確かに。あれを聞いたのか聞きそびれて忘れちゃったのか分かんないですけど、あれはもうずっとその展示する時から開いてるんですね。そう、卒生の時初めてその穴を展示した時から開いていて、うんうんうん、あれはその今で言うそのチューブ的なものなのか、かそのまあそれ越しに向こうが見えることなのか、かどっちなんだろうと思って。どっちもありますね。ああ、どっちもあるんですよね、やっぱり。どっちかということはないですね。裏につながっているし、うん、向こう側も見えると。うん、微妙にこう線糸とかピッてある、うん、でも破いたんですか。破いた、裂いたって感じ。つながってる部分、いや、いや普通に布の部分で一枚布で、その最初カッターちょっと入れて、カッターでそのまま切るとすっごい綺麗に切れちゃうから、うん、縦横ですもんね。そうすると裂け目がちょっとほつれて、うん、いい感じに。うん、絵を咲くのつらいですよね。つらいですか。いや僕は楽しかったですけど、僕できないんですよ、そういう結構せこいからこう失われてしまうじゃないですか、その面が。そうですね、もうそこの違いがめちゃめちゃでかいじゃないですか、うん、穴が開いてるか開いてないか、うん、穴が開いたら絶対に裏が出てきちゃう。パッと見そんなに気にならないっていうか。そうだね、ちゃんと見ないと。森の、あ、そう、こういうラインの中に、ね、そう、絵の切れ目であったりとか、うんうん、あとゆらゆらしてピンと張ってないから、うん、そんなに痛々しく見えないかなっていうのも、うん、確かに。まあ絵柄が絵柄だし痛々しくはないです、ね、うん、まあただこのちょっとこう切なさがあって、まあ、そういうものもありますよね。なるほど。いや、ありがとうございます。なんですか。こっちの壁にこうかかる影とかがいいですね。あ、なんか三連雷みたいな。ああ、ありますね。あるじゃないですか。ああ、三連雷とかね。
気になっちゃうんですよ。うん。多い。いいね。あれを展示したとき自分で見て、わーっと思って、テンション上がりましたね。影が。影が落ちますね、確かに。その絵の影が。なんか事前にライティングとか全然、あの調査しなかったんで、いえいえ当ててから結構わーっと思ったことも結構恥ずかしいですからね、このライティングは。このライティングはね、問題があるので、ね。結構強くこう出るのがむしろ良かったのかなっていう気はしますね。そう、平面作品だと基本的に影はこう、まあ、合ってないようなものとしてやるので、こういかに消すかっていう戦いを毎回するんですけど、確かに出てよかったっていうのはあるかもしれないです。はい、はい、30分多分経ったので、まあこんな感じで30分だとまあコンパクトな感じで収まるんですけど、はい、明日最終日で小林光平さんとトークが、おー、あ、そうでした、そうなんですね。小林さんのゼミだったんですよね。そうですね、かつて、うん、かつてかつてのし、めちゃくちゃ来てくれますね。いや本当に、いや何人送り出してるんだって。ありがとう、いや、ありがとうございます。どれぐらいのね、音量なのかわかんないです。意外と小さくていいね。はい。じゃあ、今回、ニノカルナさんの話を聞かせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。すごい DIY 感な。